ジル・エルブ・グレンは、アメリカ合衆国の画家。ピンナップや広告、イラストレーションの分野で活動。ブラウンビグローのピンナップでよく知られる。アメリカンアカデミー・オブ・アート出身。チャールズ・ダナ・ギブソン、アンドリュー・ルーミス、ハワード・チャンドラー・クリスティといったイラストレーターに強く影響を受けている。その他、ハワード・パイルとその弟子のブランデー・ワイン派のイラストレーターたちの影響もある。 1914年3月15日、アレックスゴールディ・エルベグレンのもと、ミネソタ州セントポールに生まれる。出生名、ジレット・エエルベグレン。父は、スウェーデン移民で、塗装業を営んでいた。幼少期より会が、木彫り、模型飛行機を通して、芸術の才能を発揮。浴室で石鹸を彫刻したこともある。1932年、ハイスクール卒業。 ミネソタ大学入学。ミネソタ州ミネアポリスのミネアポリス美術館で美術の勉強を始める。海外の情熱と高校時代の恋人、ジャネット・チェチーリやカミンズへの愛を諦めきれず、ジャネットの父の反対もあって、イリノイ州シカゴに駆け落ち。シカゴに移り、1936年、アメリカンアカデミー・オブ・アート卒業。ここでは、ビル・モースビーの元学ぶが、後に友人。 そして同業者となるアーティストたちと出会う。卒業後セントポールに戻り、最初のスタジオを開設。ブラウンビグロウのために、リオンの家の5つ5姉妹の絵を描く。大成功を収める。2度目の大きなブレイクは、ルイスカイダウンのカレンダーと活動写真のピンアップの成功である。出版社、ルイスカイダウンのために28-22インチのカンバスに60枚の作品を残した。 この時期の作品は印刷された際により識別できる。1939年頃、シカゴに戻る。スティーブンス・グロスのスタジオに加わる。ザコカ・コーラ・カンパニーのために最初の作品を制作。これは彼にとって、コカ・コーラ社にとって、アメリカ広告アートの歴史にとって、重大な意味を持つ。1940年、モデル直接ではなく、写真を見て、 ピンナップなどを制作する手法を採用。第二次世界大戦開戦前、アメリカンアカデミー・オブ・アートで、いくつかの授業を受け持つ。大戦中、多くの彼の作品が、飛行機のノーズアートに採用された。1944年頃、カレンダーや宣伝グッズの会社、ブラウンビグローが彼に近づいてきた。1945年から1972年まで、 ブラウンビグローと関係を持った。この間、3024インチのカンバスを使用するが、その後30年間使い続ける。また、筆記体デザインを行う。また、1945年から約10年間、カレンダー会社ヨゼフシーフーバーサンズと契約。1951年、イリノイ州クック郡ウィーネツカに、写真スタジオを開設、撮影助手を雇う。 彼のクライアントは、ブラウンビグローとザコカ・コーラカンパニーから、今や、ゼネラル・エレクトリックやシーリー・コーポレーション、オバルチンにまで広がっていた。1940年代から1950年代にかけて、雑誌のイラストも手がける。1956年、フロリダ州サラ・ソータに移る。1966年、妻・ジャネット・ガンにより死去。 あとにマージョリー・シュタルワースト再婚。1970年代、ピンナップの流行は下火になり、仕事の依頼も減少した。1980年、死去。2010年以降、ピンナップに対する関心が再び高まり、彼の作品も収集価値を認められている。1938年、第一子カレン誕生。1942年、第二子ジレット・ジュニア。 誕生。1944年、第三子ドレイク誕生。ドナリード、キム・ノバク、マーナ・ロイ、ローラー・アルブライトなどのハリウッドの美女が彼のモデルになった。また、マーナ・ハンセン、女優。ミス・ユー・サイ1953、アー・レン・ダール、バーバラ・ヘール、ジャネット・レイは何度もモデルになった。彼は、理想のピンナップモデルについて、20歳の体に15歳の、 顔と発言したことがあり、しばしば両者を組み合わせた。ありがとうございます。